はい、ということで引き続きやっていきましょう。木曜以外も木曜スペシャルということでクイズゲームアクでございます。みんなの常識力テレビをやっております。外で犬が吠えておりますけれどもマイク拾ってるか知らんけどね、すごい犬が吠えております。やっていきましょう。常識力テレビが始まります。楽しんで鍛えましょう。はい、楽しみましょう。トレーニング調子よく続いていますね。はい、継続は力なりです。頑張ってくださいね。はい、頑張りましょう。今日の常識力テレビを始めます。シンプルなオープニング。さあ、トレーニング続いてますねって言ってながら1日空いております。やっていきましょう。今日が常識力診断かな、じゃないと違うんですよ、エンタさん。ということでね、やっていきましょう。マナーの常識、スポーツの常識、ヨーロッパの常識、難読漢字、教養の常識、遊戯の常識ということでやっていきます。今回ちょっと真面目多めです。やっていきましょう。マナーの常識、次のうち、長寿の際に身につけるジュエリーとしてふさわしいものはどれか。はあ、長寿ね。これなんかは前回やってはないか。あんま輝かしいやつじゃない方がいいんじゃないかな、長寿の時はね。となると真珠か。はい、正解。長寿の際につけるジュエリーとしては真珠、黒曜石などが良いでしょう。なるほど。喪服では控えめに目立たないようにというのが原則です。あ、喪服やからまだか。今後やるやつですね。ちょっと早めにちょっと早めに予習しておきましょう。ジュエリーを身につける場合は一連の真珠ネックレス、一粒真珠のイヤリングなどが良いでしょう。真珠以外には黒曜石やオニキスなど、地金、地金はシルバーやプラチナが向いています。指輪は真珠であっても結婚指輪以外は外した方がいいでしょうということで、真珠、ジュエリー包みの真珠、ルビー、さらに琥珀サロン、東京表参道の琥珀でございます。トパーズ、シュエヒロってなんやね2問目いきます。不法を受けて先方へ赴く場合に取る行為として不適切なものはどれか。不適切なやつね。喪服を着ていく。2、特に手伝うことがなければ早めに辞去する。あ、それはそれでいい。3、装飾品は外す。装飾品は外す。外すべきですね。不適切なのは喪服を着ていくことか。早すぎると、準備が早すぎるっていう意味であかんのちゃうかな。はい。この段階で喪服を着るのはあらかじめ用意してあったような印象を与えかねません。そうですね。はい。途方は突然やってくるものですから不法か。不法でしたね。知らせを受け取ったらとりあえずすぐに駆けつけます。地味な服装に着替え、化粧は控えめに、装飾品は外します。しかしこの段階で喪服を着用するのはあらかじめ用意してあったような印象を与えかねないので不適切ですということですね。はい。お、3問目。右の四角の中の部品を5つ使って、5つも使う。左の3人の連名で送る場合の祝儀袋を完成させよ。はいはいはい。祝儀袋やからこれですな。で、お祝い。部長からスタートやったっけな。右からやったか左からやったか。ごめん、2番がこっちです。で、一般社員が、位の低い人が一番左やったような気がする。はい、正解。祝儀袋を連名で送る場合は、送り主の名前を上位者から順に右から左へ書きます。はい、右から左でしたね。覚えてた。祝儀袋を連名で送る場合は送り主の名前を上位者から順に右から左へと書き記します。ただし宛名を入れて連名にする場合はこの順を逆にしなければなりませんと。宛名を入れた場合は逆の順番で書かないといけないと。ああ、それは覚えてなかったな一回やったのに忘れたね。これは宛名の人を尊敬し、宛名が書かれる左側を上位とみなすという意味の表れによるものです。もし送り主の順序がつきにくいのであれば五十音順などにするのが良いでしょうということで、祝儀袋宛名なしバージョン、
宛名ありバージョンだとこうだということですね。はい、4問目。右利きの場合、箸置きに置かれた箸を取り上げる際、右手で箸を取るのが正しい作法である。ほー、いや、左手から取って右手に持ち帰るってことですね。×そうですね、×、はい。え？まず、右手で上から箸を取り上げます。右手で右手で上から箸を取り上げて、左で一旦右手で持ち帰るってことか。左利きやがややこしいね。そこら辺分からへんねんよ。っていう理由にしておこう。箸の機能を十分生かした正しい扱いをすると、食べやすいばかりでなく、動作としても美しく見えるものです。箸を取り上げるとき、右利きの場合はまず右手で上から箸を取り上げて、持ち上げたところに左手の親指を下にして箸に添えますと。こうしますと。はい。左手の親指を上にしてね、左手で支えながら右手を右方向へ移動させる。はい、これ左手で支えながら右手を右方向に移動させる。箸に沿って右手を箸の下側へ回しますと。ぐるっと回って下側に持ってくる。箸の下へ回した右手で箸を掴んで左手を離して右手だけで持つという、そういう流れでやってったら美しいですよねっていう話ですね。はい、でした。会長室の席次の問題です。あ、これもこの前でこの間やったから、ね、どのような座席割りが適切か。会長、じゃない、お連れさんは、お連れさんこっちです。いや、お客さんこっちで、会長室側にこっちが来るわけですね。会長席のある側に自社の人が座ります。はい、これは一回やったので飛ばしましょう。ということで4問でした。お疲れ様でした。結果は4問正解でした。苦手な問題を克服すればもう解説ではよりさあ、シールはどうしよう。今日のトレーニング、じゃあ何事もなかったかのような顔をしておこう。はい、マナーなんて常識ですけどねっつって言う顔をしよう。一問落としてるくせにね。じゃあスポーツの常識いきましょう。さあ、問題かぶるんでしょうか。ゴルフをグループでプレイするとき、第2代行を打つ順番はゴルフ歴が長い順に打つと決められている。いや、決められてはいない。第2代行はボールがカップから遠い順に打ちます。はい、まだ出てない問題でしたね。ゴルフでコースを出るときは4人程度のグループで回るのが一般的です。その際の打順ですが、最初のホールの1打目は、第1打は大会などあらかじめ、決められている場合以外はその場でくじ引きなどで決めます。2打以降はボールがカップから遠い順に、打ちます。次のホールの第1打を打つ順番は前のホールで打数が少なかった人からになります。打数が同じ時は前のホールの、打順に従います。あるホールで最初に1打目を打つ人、つまり前のホールで最も打数が少なかった人をオナー、名誉の意、名誉の意味でオナーというということだそうです。はい、1打目を打つ人をオナーというと。次のうちスキー競技として正式にあるものはどれか。1、カーリング。2、ショートトラック。3、アイスダンス。4、フリースタイル。フリースタイルだ。はい、正解。スキー競技にはノルディック競技、アルペン競技、フリースタイルなどがあります。なんかこれモーグルじゃないんだ、フリースタイルなんだね。スキーの競技には大きく分けてノルディック競技、アルペン競技、フリースタイルスキーがあります。ノルディックの種目には、距離競技、クロスカントリー、ジャンプ、複合、距離競技とジャンプを組み合わせたものがあります。アルペンの種目には滑降でいいんだね。はい、回転、大回転、スーパー大回転などの種目があります。滑る時の技術や空中での技、演技の華麗さを競うフリースタイルスキーにはエアリアル、モーグルなどの種目があります。
まあ、エアリアルはモーグルなどを含めたそういった競技をフリースタイルスキーっていうんだね。なるほど。ということでモーグルの写真ですね。はい。3問目。3対3の6人でネットを挟んで行う、うん、東南アジアで盛んな足を使った球技は何か。ネットを挟んで。1ラクロス、2インディアカ、3カバディ、4セパタクロース。あれか、日常のアニメでよう出てくるやつね。セパタクロー。はい、正解。1000年以上も前にタイやマレーシアで行われていた遊びが元になっています。へー、3人ずつ2チームがネットを挟み、なんだこれ、カゴとまたはプラスチック製のボールを相手のコートに返し合う競技をセパタクローと言います。手や腕を使うと反則で、胸や、じゃあ足や胸、頭を巧みに使ってボールを操ります。1000年以上も前にタイやマレーシアで行われていた遊びが元になっており、1965年に国際ルールが制定されて今のような形になりました、ということでございました。4問目でございます。4年ごとに開催される国際ヨットレースの最高峰といえば、なんというレースのことか。国際ヨットレースも4年ごとなんや。あの、俯瞰あり詰めですよ、うん、なんか鳥の名前みたいなね、うん、俯瞰あり詰めスズメみたいなね、なんかそんな感じですが、国際ヨットレースの最高峰知らんわ。なんやろ、アメリカンカップかな、それかアフリカンカップ、どっちかだ俺の中ではな。行ってみよう。あ、違う。正解はこちら、アメリカズカップか。惜しいな、アメリカ人のじゃないんだね、アメリカのだ。アメリカズカップは1870年から開催されている国際ヨットレースの最高峰です。ほぼ4年ごとに開催され、国際ヨットレースの最高峰と呼ばれているのはアメリカズカップです。予選レースを勝ち抜いたチームが決勝戦で、前回の優勝チームに挑戦する方式で行われているという最高峰のヨットレースだそうです。はい。次のうちゴルフコースでハザードと呼ばれるものを3つ選べ。ハザード、ウォーターハザードしか覚えてない。ウォーターハザードはどこだ。あ、え、なるどういうことだ。池と川ってことか。バンカー、ラフはどうなんや。ラフはハザード、ラフハザードっていうのかな、わかんない。ダフ、ダフは関係ないね。フェアウェイ、こんなシンプルな答えでいいんかな、わかんない。ああ、いいんだ。ゴルフのハザードとはコース中の障害地域の総称です。ラフは障害地域じゃないんだね。ゴルフにおけるハザードとはバンカーや池、川などコース中の、障害地域の総称です。これらの地域ではボールを打つ前にクラブを地面につけたり、付近の草や小枝などを取り除いたりすることが禁じられていますだそうです。はい、ゴルフの写真よく出てくるやつです。ハザード正解でした。さあ、こちらも4問。お疲れ様で、解説では。続いていきましょう。ヨーロッパの常識です。フランスの首都パリにあるものはどれか。次の中から3つ選べ。パリにあるもの、フランスやから、ピサのシャトーやったっけ、外線もあるわ。ルーブルはどこやったっけな。
ループ。エッフェル。ピサンドシャット。こうかな。違う。正解はこちら。あ、ルーブルなんや。ピサのシャトーはどこやったっけ。パリにはルーブル美術館やエッフェル塔など多くの名所があります。そんな塔何個もないか、フランスの首都パリはフランスの政治、じゃあ政治、金融、商工業、文化、観光の中心地でファッションや芸術でも、世界をリードしています。自動車、航空機、科学、製薬工業が発達するほか、中世からの伝統的な製品として貴金属細工、香水、高級衣料などが知られています。国際都市の名にふさわしく、政府の公共機関、国連教育科学文化機関、ユネスコの本部などの国際機関をはじめ大企業の本社も集中しています。シャンゼリゼ通りに近いモンテーニュ通りやサントノレ通りは、高級ブティック街として有名です。またルーブル美術館や博物館を持つ芸術の都としても知られ、エッフェル塔や凱旋門、ノートルダム大聖堂などに、世界各地から多くの人が訪れますということですね。凱旋門、フランスのパリの写真でございました。次の映像をご覧ください。人と牛が戦う競技、闘牛が最も盛んな国はどこか。1. フランス。 2. ドイツ。これは3. イタリア。 4. スペイン。スペインだな。はい、正解。スペインでは闘牛が国技とも言われるほど盛んです。あ、そうなんや。国技やったんや。それは知らなかった。人と牛が戦う競技、闘牛は古くはギリシャ、ローマで行われていましたが、18世紀頃スペインで現在のような闘牛を職業とする闘牛士が生まれました。闘牛は数人の闘牛士によって行われます。布を使って牛を自在にあしらう動きが有名です。最後に剣と、赤い布を持って登場する闘牛士は、マタドールと呼ばれるということだそうです。闘牛士の映像でございますね。はい、さあ3問目。ドナウの女王とも呼ばれる都市ブダペストはどの国の首都か。ブダペストあれはどこだ。ブダペストはどこだ。ブルガリア、ルーマニア、ブダペスト、ハンガリー、ポーランド、ブルガリアのブダペスト、いや、ハンガリーかな。ハンガリー。あ、いい正解。ハンガリーのブダペストはめっちゃ迷った。水運の重要地点です。はい、ブダペストは東ヨーロッパ、ハンガリーの中北部にある首都です。ドナウ川の水運、の重要地点で、ハンガリーの政治、経済、文化の中心地でもあります。広場や公園が多く、ドナウの女王などとも呼ばれる美しい街並みは観光地としても人気が高いことで知られていますということで、ブダペストのドナウ川、の写真でございます。はい。16世紀初めにヨーロッパで宗教改革を始めたのは次のうち誰か。ヨーロッパの宗教改革。デカルト。2. ルター。 3. ルソー。宗教でしょ。ルターか。はい、正解。ルターの宗教改革は近代ヨーロッパ社会が成立するきっかけともなりました。はい、宗教改革は1517年ドイツのルターが、教皇レオ10世の、なんだこれ、買収罪、買ん職友情、職友情
免罪符販売を非難したのをきっかけにカトリック教会に反対して起こったキリスト教の改革運動です。近代ヨーロッパ社会が成立するきっかけにもなったと。デカルトは17世紀、ルソーは18世紀の思想家ということですね。はい、宗教改革はドイツのルターでした。最終問題いきましょう。次の中からヨーロッパの地中海に浮かぶ島を3つ選べ。地中海の島、地中海の島、まあ、マルタ島は入るでしょ。あとはなんだ、ティモールでよく聞くけど、あれどこだ、東ティモール、西ティモールとかいう、カリマンタン島、カリマンタン島はあれどこだ、インドネシアぐらい。サルデーニャ、サルデーニャ、シチリアは入るか。あとはどこだ、ノーフォークってもう全くわからん、あることすら知らんかった。ってなるとサルデーニャかマンコ、マントーか、サルデーニャかマントー、サルデーニャぐらい行ってみようか。なんかそれっぽいヨーロッパっぽい。おお、当たった。当てた。島が多いことで知られています。はい、地中海はヨーロッパ、アフリカ、アジアの三大陸に囲まれた海です。イタリア半島、ギリシャ半島などの半島やサルデーニャ島、シチリア島、マルタ島をはじめ島が多いことで知られています。沿岸地域は典型的な地中海性気候で、風景も美しく多くの古代遺跡が残されており、たくさんの観光客が訪れますということですね。ギリシャの島から望む地中海の写真でございました。いや、当てましたね。意外と前半失速したのに後半からの盛り返し、四問正解。お疲れ様でした。解説では一問目落とした時ミスったなと思ったけど、今回も四問正解でした。難読漢字いきましょう。これは焦らずじっくり。次の漢字の読みをひらがなで答え。しつけかな。子供などに礼儀作法を教えて身につけさせること。しつけの厳しい家庭、しで始まると。しつけ、はい。第2問、脆弱かな、脆くて弱い様、脆弱な構造、脆弱な体。はい、正解でした。第3問、うぬぼれる、自分を優れていると思って得意になる、天才だとうぬぼれる、うで始まる。はい、うぬぼれる。さあ4問目。第4問、督促、仕事の完了や借金の支払いなどを迫ること。借金の返済を督促する、等で始まる。はい、正解。さあ最後、第5問。はい、全くわからん。差し障りがあるとして差し控える、人目をはばかるか、はで始まる。あー、なるほどね。はい、はばかるでした。ということで全問正解です。4問4問4問ってきてるからね、ここ4問で行った方が良かったかもしれないけどね。うん、ここは正直にいきましょう。5問正解でした。ヒントを使って当てました。教養の常識いきましょう。次の果物のうち柑橘類であるものを3つ選べ。
さあ柑橘です。いちじくは違う、オレンジはそうですね、あんずは違うでしょう。レモンは柑橘、グレープフルーツも柑橘、ビワは違うでしょうね。はい、正解。柑橘類にはオレンジ、グレープフルーツ、レモンなどがあります。はい、柑橘類とはみかんか、みかん属、金柑属、カラタチ属の、果樹の総称です。日本で最も利用される柑橘類は温州みかん、うん、で、世界的に見るとオレンジやグレープフルーツ、レモンなども多く生産されています。他に八朔や夏みかん、金柑、ポンカン、ネーブル、ライム、カボス、ユズなどの柑橘類に入る。たくさんの種類がありますが、どの種類も爽やかな香りと味を持ち、ビタミン C を多く含むことが特徴です。そのまま生で食べたり、飲み物や菓子、料理、シロップ漬けと幅広く利用されますということで、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、アンズ、イチジク、ビワということで写真が並んでおりました。2問目。生け花に用いるこの道具を針山という。これは剣山やったかな。この道具の名前は剣山といい、花を生けるときに花が倒れないように使います。はい、この道具の名前は剣山といい、金属の土台にたくさんの太い針を上向きに植え付けた、生け花の道具の一つです。浅くて広い水盤という花器、花器でいいんだね、花器に花を生けるときに花が倒れないように使えます。剣山は刺繍、針山は刺繍用の針を刺しておくための道具のことですということですね。はい、これは剣山のいろんな種類の写真でございました。3問目。国名と種との組み合わせが正しいものは次のうちどれか。うん、1カナダ、トロント。カナダはトロント、フランス共和国、パリ、フランスはパリですね。オーストラリア連邦、シドニー。オーストラリアはキャンベラかなんかやったっけ。カナダはどこやったっけな、バンクーバーやったかな。フランスはパリ。はい、オーストラリア連邦の首都はキャンベラ、うん、カナダの首都はオタワです。あ、オタワかでした。オーストラリア連邦はシドニー、カナダではトロントといった大都市が有名ですが、オーストラリアの首都はオーストラリアの首都はキャンベラ、カナダの首都はオタワ、でした。はい、で、フランスはパリでした。はい、次の曲をお聴きください。このバレエ音楽、うん、くるみ割り人形を作曲したロシアの作曲家は誰か。くるみ割り人形を作ったやつはトルストイかチャイコフスキー、チャイコスフキー。はい、正解。バレエ音楽、チャイコスフキー。チャイコスフキーってなんやねチャイコフスキーやろいずれはロシア人、いずれは。このバレエ音楽、くるみ割り人形の 花のワルツを作曲したのはチャイコフスキーです。チャイコフスキーはロシアの作曲家で、ルビンシテインに、支持し、西欧的な、伝統ロシア古典主義音楽を完成させたと言われるということで、くるみ割り人形の花のワルツ、チャイコフスキーでした。最終問題。次に挙げる日本の城のうち、その天守閣が国宝に指定されているものを3つ選べ。国宝に指定されているもの、姫路城は入ってるでしょうね。彦根はどうだ、名古屋、熊本城ぐらいか。違うと。正解は、熊本入らないんだ。彦根入ってた。選択肢のうち、天守閣が国宝に指定されているのは松本城も入ってたんか。彦根城、姫路城です。名古屋は入ってなかったんだ。天守閣とは日本の城の中心にある本丸の櫓、または重要な場所に作られた最も大きな櫓のことです。城の中で一番高い建造物であり、内部は何階かに分かれています。
戦国時代には展望台や戦いの時の司令塔として用いられましたが、安土桃山時代に日本が統一されていく中で、城主の権威を、象徴するものとなりました。選択肢のうち天守閣が国宝に指定されているのは、長野県にある松本城、滋賀県にある彦根城、兵庫県にある姫路城です。これに加え愛知県の犬山城、その天守閣が国宝に指定されています。現存する天守閣は全国で10にありますが、最も大きいのは姫路城の大天守です。ということで、松本城、長野県です。滋賀県の彦根城、兵庫県の姫路城ですね、愛知県の名古屋城、熊本県熊本城、神奈川県小田原城ですね。はい、ということでございました。こちらも4問。お疲れ様でした。解説ではどうも4問ですね。今日はどうも4問。遊戯の常識いきましょう。麻雀においてこの展望は何点を表しているか。何点かは知らんわ。何点かは知らんわ。10点、3、100点、4、1000点。10点か100点。100点。1000点。展望のうち、1000展望はリーチを宣言した証としてはに出すという使われ方もします。いや、それは知ってるけど点数は知らん。麻雀の展望はゲーム内でプレイヤー同士が勝ち負けに応じて点数のやり取りをするときに使う道具です。展望のうち1000展望はリーチを宣言した証として場に出すと言われて、使われ方もする。リーチというのはあと一つの範囲で、役が完成することを他のプレイヤーに対して宣言することで、その後はで、主牌、手牌、に変えることができませんと。手牌を変えることができません。他のプレイヤーが注意深くなるので上がりにくくなり、また他のプレイヤーの上がり牌を持ってきてもそのまま捨てなければならないため、振り込みやすくなる代わりに、役が一つつきます。場に出した先展望は一時預かり金のようなもので、自分が上がれた時は返ってきますが、他のプレイヤーが上がった時にはその人に取られてしまいます。ということで、先展望の写真でございました。先展でした。2問目。スーパーやコンビニの菓子コーナーなどに見られる食玩とはどのようなものを指すか。食玩ね。1. 食品をかたどった玩具。いや。 2. 食べられる素材で作られている玩具。いや。 3. 菓子につけられるおまけ玩具。はい。最近では大人向けに作られたコレクション性の高い食玩も登場しています。そうですね、スプラトゥーンの武器コレクションとかね。食玩とは菓子などの食品につけられるおまけ玩具、またそのようにして売られる商品のことを言います。販売促進のために、商品におまけをつけるという発想は意外に古く、江戸時代には富山の薬売りが薬のおまけとして版画や、紙風船などを得意先に配っていたそうです。得意げに配っていたかもしれないけど、得意先に配っていました。はい。また明治以降、花札の、図柄や肖像画などを印刷したタバコカードと呼ばれるものが入った、紙巻きタバコや同様のカードが入ったキャラメルなどが販売されていました、ということですね。昭和に入ると、玩具がおまけとして付属するようになり、やがてテレビアニメや特撮ヒーローなどのキャラクター玩具のおまけが人気を集め、食玩はますます発展しました。最近では大人向けに作られたコレクション性の高い玩具も登場していて、食玩も登場していて、限定販売のものの中にはネットオークションなどで高値で取引されるものもあります、ということでございました。食玩。3問目。次のうち日本の在来種であるカブトムシはどれか。日本の在来種のカブトムシ、いや、わかんないし、一番シンプルなこれかな。はい。カブトムシは日本全国で生息しています。
はい、日本産のカブトムシは、成長すると体長は、30ミリから50ミリぐらいで、オスは角を含めると75ミリぐらいになります。野生種は北海道を除くほぼ日本全国に分布していましたが、最近は北海道でも飼育されていたものが野生化して繁殖しているようです。世界には約1000種類のカブトムシがいると言われ、その中で日本に輸入できるものは植物検疫法に基づいて基づいて植物防疫所、そのままで、が認めた種類のみです。ヘラクレスオオカブトムシ、これですね、これは主にメキシコ南部からボリビア北部に生息し、角が長くまっすぐに伸びているのが特徴です。世界最大のカブトムシと言われ、体長は大きいもので、170ミリを超えると、5本角カブトムシ、これです。インドシナ半島、マレー半島などに分布している。体長は80ミリほどで、その名の通り5本の角が生えています。コーカサスオオカブトムシ、はい、ジャワ島やスマトラ島、マレー半島、インドシナ半島に、分布するアジア最大のカブトムシであり、世界最強のカブトムシとも言われています。コーカサスオオカブト、100ミリを超えるものも多く、大きな3本の角が特徴ということで、カブトムシ5本角カブトムシ、はい、ヘラクレスオオカブトムシ、はい、コーカサスオオカブトムシですね。そう考えるとカブトムシが可愛らしく見えるね。そんな昆虫苦手な人は目を背けたくなるような問題でしたね。けん玉の技で大皿と中皿の間で何度も玉を往復させる技を何というか、1灯台、2世界一周、3扇風機、4もしかめ、もしかめか、はい正解。もしもしかめゆかめさんよの歌に合わせるようにリズムをとって行うことからこの名前で呼ばれています。はい、もしかめでした。けん玉の技にはそれぞれ技の特徴をうまく表現した名前が付けられています。もしかめは玉を大皿と中皿の間で何度も、往復させる技です。もしもしかめをかめさんよの歌に合わせるようにリズムをとって行うことからこの名前で呼ばれています。世界一周、はい、これですね。うまいなこの人。いや、それはうまいから映像になるんでしょうけどね。世界一周は玉を小皿、大皿、中皿の順番で受け、最後に剣先で剣の玉の穴を受ける技ですということですね。続いて灯台、あ、これ灯台って言うんや、乗っけんねや、剣先に入れへんね。灯台は玉を持って下げた剣玉を引き上げて、玉の上に中皿を乗せて剣を立て、静止させる技ですということですね。続いて扇風機、こんなんあんねや、くるくるしすぎやろ。扇風機は糸を使って手の周りで剣玉を何度も回転させてから剣を取り、空中に投げ上げて玉を取り、剣先を玉の穴に入れる技ですということでございました。日本剣玉協会協力の、問題でございました。最終問題いきましょう。次に挙げる麻雀の役の中で役満に当たるものを6つ選べ。役満、第三元は入るでしょ、国士無双も入るでしょ、聞いたことあるやつだけ入れてこう、チートイツいるでしょ、あとなんだ、もう知らんぞ。俺はもう知らんぞ役は。ツーイーソー、ツーイーソーってなんかありそう、本郎と知らんな、
スーアンコウ、ホンイーソウ、リュウイーソウ、ホンイーソウ、リュウイーソウぐらい入るか。一気通貫、トイトイホウ、トイトイホウって聞いたことあるな。あれ嘘かな。天宝、天宝、天宝、蓮舫、蓮舫関係あれ、2位じゃダメなんですかってなる。わかんないからこれに行こう。違うと。正解はこちら。あら、トイトイホー聞いたことあるのに、俺は聞いたことあんのに。チートイツは違うんや。チートイツって何やん。の中で最も得点の高い役です。チーばっかやってるやつか。チー、お前チーばっかやってんなって。こう、チーばっかやってる子を、そう、チートイツって言うから。麻雀は超き、起源の室内ゲームです。136枚のパイを、用いて、普通4人で行います。各自13枚のハイパイ、うん、をもとに、順次パイの主者、主者でいいね。主者を行って規定の組み合わせ、役を早く達成したものが、ツモ、じゃあホーラー、ホーラーを宣言でき、役に応じた点数を得ます、うん。その役の中で最も点数の高い役を役満と言い、天宝、国士無双、大三元、スーアンコウなどの種類があるということで、麻雀のイメージ図でございました。ってことで、じゃあ間違えた。何やったっけ、スーアンコウ。後の読み方はわからんね。これと、天宝、国士無双、大三元。あとはこいつもおるということだったそうです。はい。役満。ここは3問。なぜか遊戯の常識にカブトムシなのかというところですね。趣味ならわかる。解説からもということでございました。4問、全問4問3問ということでございました。さあ、ちょっと時間が結構経ってるんだけれども、常識辞典半分残してるからそこだけやっときましょうか。女性の霊装の3ページ目からスタートですね。いやー、結構あるかもしれないけど、結構読むの大変かもしれんけど、いきましょう。色とメソデ、色とメソデは門の数や模様によって格が違ってきます。5つ門の場合は重厚で古典的な図柄とし、黒とメソデに匹敵する体裁にします。3つ門は、正式な礼装では重すぎるような時、訪問着感覚で着るのに向いています。自色が軽く、自色、地色が軽くモダンな模様であれば一つ紋にして略礼装風に着ることもあります。また五つ紋なら、肥沃かな、をつけますが、三つ紋や一つ紋では、伊達襟を重ねたりして変化を楽しむこともできます。20代から30代前半なら明るい色合いで多彩で、華やかな模様が引き立ちます。30代後半から40代ではしっとりした色合い、優美で、なんだこれ、天画な、柄行きが映え、50代60代になると濃いめの、なんだ、淡い色合いか、気品ある模様が馴染んでくるようになります。なお、留め袖は既婚者の装いと言いながら、比較的年齢の高い未婚女性が近親者の披露宴に出席するときなどに色止め袖を着用することもあります、ということでございました。はい。振袖、既婚女性の正式な礼装が止め袖であるのに対して、未婚女性の場合は振袖です。袖丈によって大振袖、中振袖、小振袖に分けられますが、最も格の高い大振袖では袖丈が3尺ほど、約110センチメートルですと。生地はモンリンズや人腰ちりめん、ドンスなど、多くは友禅染めで、瓶型や絞り、
白押し、刺繍などの高度な技法が駆使されています。読み方も高度、柄付け方法としては着物全体に絵画的な、模様が展開されるエヴァ模様ですが、中振袖や小振袖ではやや簡略化され、付け下げ風や、古文風のものなど様々なタイプがあります。紋としては、かつては5つ紋をつけましたが、華麗な色柄に埋没して目立たないため現在はほとんどつけられませんと、帯としては着物の色柄に映える、唐錦、糸錦、佐賀錦、など豪華な礼装用袋帯使うと、花立ち花、花花鳥立屋、花文庫、双葉太鼓など華やかな変わり結びで、変化をつけます。パーティーなどには、細帯や半幅帯なども効果的に使われるということでございます。小物としては白の、門輪図などの長襦袢に白、色物、刺繍入りなどの半襟をかけます。帯揚げは、総縛り、総絞りで、着物や帯に調和する色を使います。帯締めも金糸や銀糸を使った幅広の、組紐などを使うと、草履は佐賀錦などの布製またはエナメル革、バッグは佐賀錦やビーズなどの小型で、装飾的なもの、髪飾りは蒔絵などのほかリボンや造花も使えますということですね。はい、読むのむずい。振袖の文様、模様でいいか、文様ですね、大振袖は吉祥粉、吉祥文様や有足文様、御所土器模様、など重厚な古典的図柄で、格式の高い披露宴など清掃が要求される場面で映える装いですということだそうです。中振袖は古典的な模様から地焼きの多い現代感覚のものまで多種多様で、帯合わせや小物によって広範囲に着用できます。また可憐な感じの小振袖は肩友禅や古文帳のものがよく選ばれ、おしゃれ着などの他に、なんだ、十三参り装いとして着用されているものです。礼装用の、着物や帯には多くの天賀な、古典模様が使われています。吉祥文様は宝尽くしや、松竹梅、亀鶴亀などめでたい印を表現した文様ですと。有足文様は菱紋、七宝紋、縦枠など公家の、装束や調度などに、用いられた独自の様式の文様 を言いますと。また御所土器文様、御所土器文様は王朝風の、なんだ、雅な風物を、配した文様のことですということだそうです。披露宴参列の際の振袖、はい、こんな感じ。花嫁の友人などのあでやかな振袖姿は、披露宴の席にひときわ花を添えます。ところでここで一考したいのは、花嫁のお色直しの衣装との関係です。白むくやウェディングドレスから、着替える場合、豪華な振袖に変身ということも多いものです。そこで披露宴の主役である花嫁を凌駕するような豪華絢爛たる振袖の人がいたら、てんてんてんということですね。豪華すぎない方がいいと。洋装の場合、
花嫁の色である白のドレスを避けるというマナーがあるように、やはり豪華すぎる振袖の着用も難しいところがあります。新郎新婦を引き立てるのが参列者の役割ですから、このあたりの微妙な部分まで配慮して、場合によっては中振袖や訪問着にしておく方が無難かもしれません。親しい間柄なら前もってお色直しの予定を尋ねておく方法もありますということだそうです。女性の和式礼装はと。既婚女性の和装の正礼装は中振袖である。既婚女性は留め袖やから違うと。はい。この写真は振袖ですが、既婚女性の正礼装は黒留め袖です。はいですね。続いて振袖と留め袖の使い分け、これ一回やったね。女性の和服における礼装である。振袖と留め袖はどのように使い分けるか。うん。1、20歳未満が振袖、20歳以上が留め袖。既婚女性と未婚女性で分かれてると。はい。振袖は既婚女性が、留め袖は既婚女性が着ます。はい、ということでございました。続いて訪問着。訪問着こんな感じ。訪問着は既婚未婚の区別がなく、紋の有無や模様付け、帯との組み合わせ次第で準礼装や略礼装になる装いです。また、エヴァ訪問着と付け下げ訪問着があり、エヴァの方が格上です。生地は紋ちりめん、や紋輪図、どんず、夏など、夏にはロなども、使われます。これは夏ない夏っていう模様かと思った。夏にはロなども使われると。柄付けは肩と裾に模様の中心を置いたものが多く、胸や、袖にも自由に配置されるということだそうです。加工方法も悠然、さらしなかな、サラサ、瓶型、絞り、老血、白押し、刺繍などいろいろな技法が効果的に併用されています。このように訪問着は生地や柄付け、加工に用いられる技法などによって、着物の格に違いが生じますと。紋としては紋をつける場合はですね、格の高い古典文様の、古典模様のものをということですね。普通は一つ紋で染め抜き、染め抜き中影紋か、影紋もしくは地色、地色によっては、略式の縫い紋にすることもあるということだそうです。ポケモンの名前を言ってるわけじゃないですよ、私はね。紋をつけることで準礼装の装いとなると。帯としては準礼装の帯としては、着用する場合は礼装用の袋帯、おしゃれ着としてなら名古屋帯など、結び方はお太鼓などだそうです。小物、着物の格色、色柄に合わせて整えますと。半襟は礼装用には白、おしゃれ着には色物や刺繍入りも使えます。帯揚げは礼装用には白、他にも紋輪図や紋縛り、紋絞り、ちりめんなどの色物も。帯締めは丸組紐、平組紐で、宝石の帯留めを使うこともある。草履は布製やエナメル革など、バッグは布製やビーズなどのほか革製のものも使えるということだそうです。色無地、はい、色無地、色無地は人腰ちりめん、紋衣装ちりめん、紋輪図など白生地を、一色染めか、一色染めにした、着物のことを言います。既婚未婚の別がなく、地紋の種類や色によって、軽時にも長時にも着用することができます。軽長どちらにも着られるのは光沢のない生地で、地紋は、木目、流水、なんだこれ、日垣、
運気、さや型など、色は紫や青、うぐいす色、じゃあ紫や藍か、うぐいす色、ネズミ色、栗色、などを使うと、門の有無や、数によって着物の格が変化します。染め抜き三つ門なら、巡礼装、一つ門なら略礼装となります。装飾的な縫い物が使われることも多くありますということです。ポケモンの話してるわけじゃないですよ。なんか鉄板になってきたの。帯、合わせる帯の種類により礼装の格を調節することもできますと。調整することができる。巡礼装として着るときは袋帯、略礼装として着るときは名古屋帯などを用いる。小物としては、帯揚げや帯締め、草履やバッグなどは形状の別、礼装の格、色映えなど、色移り、などを考え、ふさわしいものを選ぶということだそうです。はい。ということで、女性の礼装のお話でございました。じゃあ次回はその喪服系統ですね。女性の喪服も結構ある。子供フォーマル、そこら辺をやっていきます。はい。ということで、もうストックがだいぶこうやばくなってきましたけれども。大丈夫なんでしょうか。もうこれが終わったら何をやればいいんだっていうところにもなりますけどね。ということで次回はおそらく常識力指数測れるのかなというところなんで、引き続き70を目指してやっていきますので、また次回もお楽しみください。エンタのゲームインザボックス、今回ここまでです。また次回ご視聴ありがとうございました。